さかねフラワーチャンネル始まります。皆さんお元気ですか？そしてお疲れ様です。今日はトピアリーコーンをご紹介したいと思います。最後にもまた別の作品が現れてきますので、ぜひお願いいたします。そしてよかったらグッドボタンと、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。植木鉢、スティック、モス、ワイヤー、いろんなもの、リボンですね、すべてダイソーで揃います。こちらの千日紅と千日紅のファイヤークロ、ファイヤーワークファイヤーワークスですか、こちらはドライフラワーになっておりますが、すべて、ダイソーで揃います。でもし私ね、ドライフラワーがないという方は、千日紅のドライフラワーは新田陽子先生にいただきましたので、これがないという方はダイソーの、ドライフラワーを、ドライフラワーじゃなくて、ドライフラワー風なお花か、もしくは造花ですね、フェイクのお花のなるべく小さなものですね、例えばアジサイとかマーガレットとか、そういったものを使われてはいかがでしょうか。テクニックとしては全くフェイクであれ、ドライフラワーであれ、生花であれ同じですからね。ぜひ最後まで見ていってください。それから概要欄にもね、いろんな情報がいっぱい入っておりますので、ぜひ概要欄も覗いてみてくださいね。そしてまゆみ先生 Facebook、Twitter、Instagram といろいろ SNS 網羅しておりますので、ぜひそちらのフォローもよろしくお願いいたします。明日さぬきのブログも毎日、ほぼ毎日更新しております。すっごい早送りですね。こちらはスティック3本、5本入って100円でしたね。私は身袋を1つにまとめています。皆さん鉛筆なんか削れますか？このように鋭く、先を鋭くすると安定いたします。上下削り終わりました。それでは次に円錐形を削っていきます。円錐形は大きすぎますので、少し完成は18センチにしたいと思っています。大きすぎるとね、仕上げに疲れちゃいます。まあ大きくても平気っていう方は大きなものを作ってくださいね。材料などのね、関係もございますね。腹8分目って言いますよね。なるべく小さく仕上げた方が余裕があって、またもう一つ作ろうかなっていう気力も残りますから、なるべく小さいものから作ってみましょう。今から不織布をこの円錐形のスタイルフォームに貼っていきます。ボンドのりでくっつけますね。わざわざね、それつけなくても見えなくなるんじゃないのっていう感じなんですが、やはりね、女性ならばご存知のように下地クリームをつけてからファンデーションを塗りますよね。その方がくっつきがいいですよね。ですから下地をちょっと作って、そしてグルーガンで貼り付けてまいります。でもね、もうこれめんどくさいから一挙にグルーガンで貼り付けたいという方はそうしてください。省くのはどうぞご自由になさってください。でもちょっと一つの手間がやはりね、仕上げが違ってくると思いますから、急がずにね、楽しみながら作ってみてください。このね、木工用のボンドのりを使っている時は結構手が汚れますから、おしぼりを用意して手をまめに拭きながらやるとくっつかなくていいですよ。ちょっとね、一手間おしぼりで拭いて、それからつけてというふうな感じでやっていきましょう。不織布はのりがくっつきにくいので、まあこういうピンク色の紙があれば紙でも構わないと思いますよ。かなりね、早送りしております。
まあこんなのを作るときね、いろんなことを考えながら作るのがきっと楽しくできると思いますので、このような早送りはやめましょうね。リボンをね、わざわざ貼る理由が皆さん分かりますでしょうか？アウトラインがね、くっきりはっきりいたします。それだけです。これも省きたい方は省いてください。まっすぐに刺すのってなかなか難しいですから躊躇いたしますよね。今からトップにラフィアでリボンを作って仕上げていきたいと思います。イカ先のように咲いていますね。これを蝶々結びして、そしてワイヤーで留めて、トップのトピアリーコーンのトップのところにつけたら仕上がりとなります。こちらは生徒様の作品です。お家に帰ってからLINE で写真を送っていただきました。ちょっと器が上等ですね。いかがですか？器が違うと随分と雰囲気が違いますね。このトピアリーっていうのは、
英国のヨーロッパのガーデンスタイルですね。刈り込み式、ね、植木物をガチャガチャっと刈ってこのような形、動物にしたり丸にしたり三角にしたり四角にしたりすることをトピアリーと言います。ですからトピアリースクエアもありますね。トピアリーボール、トピアリーコーン、トピアリースクエアなどいろいろありますよ。いかがですか、皆さんもトピアリーは楽しいですから、ぜひこういう千日紅花、小さなね造花があればぜひトライしてみてくださいね。それでは皆さんごきげんよう。また咲かねフラワーを見てくださいね。まゆみ先生復活いたしております。応援よろしく。スティックはねちょっと1本だと頼りない感じがしたので3本にしていただきました。それでは本当にさよなら、ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もお待ちしてます。